主に撮影に使用された ANA の747から4 0 0グッドラックは2003年1月19日から3月23日まで毎週日曜日21時21時54分に TBS 系の日曜劇場を枠で放送された日本のテレビドラマ主演は木村拓也全日本空輸を舞台に木村拓也演じる 若手の旅客機パイロット、新海元を中心に恋愛と仕事に生きる人たちを描く青春ドラマ。ヒロインは柴崎ウ。共演に、堤真一、黒木瞳、竹中直人、り屋長介など。第1話放送後から撮影に全面協力していた ANA の株価が上昇。ドラマ放送後、ANA は元より日本航空など含めた 航空業界への就職希望者が急増する現象が起きた。この航空業界への就職ブームについては当時の TBS 系の報道番組の中で取り上げられた。全は平均視聴率は30.6%、最高視聴率は最終回の37.6%、瞬間最高視聴率は41.6%を記録した。全日空国際線の服装重視。 一郎一流して大学卒業後全日空に入社。地上勤務を数年経て自社養成パイロットコースを卒業。晴れで服装重視となる。自分の気持ちに素直でやや天然だが自分がこうと決めたら曲げない頑固な部分もあり。物事に対して熱く向かっていき純粋でまっすぐな性格。女性にはモテモテだがあまり興味がなく。 合コンや飲み会は苦手。何かに夢中になると極めたくなるタイプ。佃近辺のリバーサイドマンションで一人暮らしをしている。実家は釣り船や物語序盤では、規立主義のコーダとは衝突していたが、物語が進むにつれ、お互いに打ち解け合い、指定のように信頼し合う仲となる。熱くなりやすい性格ではあるが、序盤にてコダと衝突しつつも、コダを仲間と思っていたり、 高田の判断力を尊敬する一面もある。歩みとも最初は衝突することがあったが、徐々に打ち解け合い、後半にて恋人の関係となる。愛車は貨物登録のトヨータランドクルーザー40系。全日空の国際線機長。元の上司。運航監査室の監査官でもある。数年前に外資系航空会社グランシェア航空からヘッドハンティングされて全日空に来た。 エディートパイロット。12年前の航空機事故が原因でパイロットを引退するつもりであったが、研修後に機長及び運航監査官となる。厳格な性格であり、決して感情に流されることはなく、冷静沈着な判断能力を持つ完璧主義者だが、仕事においては相手が誰であろうと厳しくなさけ容赦ない男なので、後輩からは敬遠されがち。そのような特徴からもとに、 サイボーグと呼ばれる。乗客から苦情の出たものは二度と自分の湿布には乗せないとか。そこまで厳しくするのは過去に何かあったからか。気持ちを大切にするもとと意見が割れがち。また公明盛大な人物であり、乗客を座席クラス関係なく同等のものとして扱う。責任感も非常に強く、移動や禁慎処分にしつつも解雇にはしなかったり、 前述の事故によって、両親を亡くした歩みに、毎年送金を続けていたり、後半にて、脱出訓練時に自身をかわい事故に至ったもとに、対する責任からパイロットを引退しようとしている。もともとは、元と似た性格で熱くなりやすかったが、前述の事故により厳格な性格へと変わってしまう。トガ樫とはもともと恋人であり、前述の事故によって別れてしまうが、最終話にて復縁する。 1> 第1話、熱血パイロット空を飛ぶ。第3話、緊急着陸第4話、救出作戦第5話、ニアミス第6話、夜間飛行第7話、さらば空第9話、約束守ってよ最終話、ラストフライト。ありがとうございます。